さあ、本日のウィコレですね。MVP がついに来ました。はい、ピックアップはこちらですね。レバンドフスキ、まず一人目。なかなかいいですね。まあ、よく見るスキルですね、レバンドフスキの中では。そして、ダビド・デヘア。これは、欲しいですね。まあ、特にね、普通にまあ、ユナイテッドが好きっていうのもありますけど、守備スキルがね、キーパースキルが3つ、付けられるということで、これは非常に魅力的かなと思います。で、インモービレ。で、こっからが、セレクトスキルですね。クリスティアーノ・ロナウド。これはぜひ欲しいですね。はい。まあ、カードはかっこいいですしね。そして、キミッヒ。これも欲しい。さらに、この下、ピケも。これも欲しい。あとは、まあ、パトリック・シック、ディバラ。はい。まあ、こんな感じですね。ということでね、本日は、MVP ピックアップ11連ガチャ。で、こちらですね。2回おきに、星5ピックアップの確定があるので、まあ、今回ね、2回、まずやっていこうと思います。狙うは、当然、ロナウド、デヘア、ピケ、この3名をね、狙っていこうと思います。じゃあ、早速、やっていきましょう。トレーニングキャンプの特攻になるそうですね。さあ、まず1回目。どうか。さあ、旗は赤ですね。まあ、金を蹴ってくれればいいんだけど。お、行ったんじゃない？オッケーナイス。さあ、どうだ。はい。グレード上がって。渋いっすね。この上がりはかなり渋い。やばいな。星4なしで行っちゃうよ、これ。あ、来た来た。さあ、残り2枚。じゃあ、ラスト行きましょう。あー、これは厳しい。これは厳しいな。ニューが1枚しかない。じゃあ、気を取り直して、2回目ですね。はい、スペシャル枠は星5ピックアップ選手の確定。行きましょう。はい。金がとこい。うーわー、赤旗かー。行きましょう。いや、正直ね、どれが出てもやっぱり、カードかっこいいですよね、MVP ってね。ぜひ手に入れたいところなんですが、厳しいのか。どうなんだ。待った。さあ、ここで星4。残り3枚。残り2枚。はい、来ました。100はいかないか。100。はい、MVP がここで来ちゃうのか。そうか。ラスト。お、おー、ミューラーだ。初ゲットですね。おー、意外な展開。じゃあ、まずは MVP から見ます。ピンタクインターセプトの、ユリアン・バイグル。まあ、スキル的に見るとかなりね、厳しいですね。はい。まあ、このね、ディフェンス 20% アップにはなってますけど、厳しい。で、トーマス・ミラー。ドロップシュートにインサイドカッター。いいですね。そして、ジャイアントキラー。はい。ということでね、MVP はちょっと残念な結果になっちゃいましたね。ただ、このガチャは2回おきに、この星5がね、確定なので、もうちょっと引きたいかな。また次回ね、引いてみたいと思います。はい、ここまでご視聴どうもありがとうございました。you
We're falling out, we've reached disaster. Don't know where we're gonna be at.